じゃあ次ペンネーム水さんからです。ありがとうございます。しゃっくりの直し方ですが、しゃっくりが止まらなくなったらエロいことを考えて気をそらして知らぬ間に止まってたりするんですが、シーバさん、こんなんダメ？ダメです。足が釣った時の直し方は、足をつねったり叩いたり、釣った痛さを超える痛みを与えると知らずに治ってたりします。ハードだね。あとで傷だらけになりがちですけど。ミズさんはこう、あの、反らす派なんですね。反らす派なんですか。あれ、ジーみたいな。あ、でもいいことかもしれない。なるほどね。でも、しゃっくり、足つるはあれだけど、しゃっくりって気づいたら止まってる。そうなんだよね。大体。あ、やばい、止まんない、止まんない、止まんないってなってて、なんか他のことしてたら、あ、セブ止まってるみたいな感じで終わってない？え、でもこの前いつ止まった？いつなんかしゃっくり止まった。ずっとしてるでしょ。いつ、何の時やったの？この、多分この時の一個前か、その。そうそう、この、これ決めた時は多分足がつった時なんですよ。あ、そうか、そうか。なんか一回あったよね、しゃっくりが止まらない時。あった、しゃっくりが止まらない時あった。あったんです。しゃっくりね。ね、じゃあなんかしゃっくりの、以上メール。あ、あともう一つあります。はい。ペンネームウソットさんからです。ありがとうございます。足がつった時の対処法としゃっくりの止め方でしたね。うん、運動部系の人なら大抵足など自分でつった状態にできると思いますが。バニビのったりはどうですか？できないです。だから逆に釣った時にもなんとか戻せます。もともと釣るのは水分不足か何かだったと思いますから、適度に水分補給をしていれば釣らないのではないでしょうか。で、しゃっくりは、横隔膜の痙攣ですから、これまた何か別な大きめの電気信号が神経に加われば治るはずですが、私はこちらの方は極端に弱くて、よほど驚いても止まりません。いつも自然に収まるまで待つだけです。だって、で、だいたいこんな感じなんですけども、まずしゃっくりは何、水をたくさん飲むといい。たくさん水を飲んで、塩分を取る。それは足つったでも両方やっとくかも。飲みながら塩分取ったらもう、ね、両方できる。あ、じゃあその濃いめの塩分とかを取りながら水分、うわーって飲んだら両方治せる。治せるかもしれない。治せるかなね。なんか、しゃっくりの止め方、足の釣り方、足の釣りの直し方、なんかあります？裏技みたいなもの。ん、裏技、千葉さんが持ってるネタ持ってる。いや、もうでもみんな書いてあったのと一緒だな。裏技はないの。やっぱ水飲むよ、さっきのしゃっくりの時はね。で、釣ったらやっぱ伸ばす。みんなやっぱ世の中みんな一緒なんだなって思います。水の飲み方が違うんですよ。どうやって飲む？こう、コップあるじゃないですか。こうやってあの、お箸置くの、コップがこうあったら、こっち側から飲む。顎にかかるじゃん。違う、こうやって、こっちで前かがみになって、こうやって飲むって聞いた。できた？やってみた？これやったらすぐ治るんですよ、しゃっくり。それ先に言うよ、みたいな。お前、知ってるやんって。放送の時めっちゃしゃっくりしてる。こうやって、こうやって、こっち側から飲むの。映ってないわ、カメラが。こうやって、こうやって、今こっちに傾いてるじゃないですか。だから顔をこっち持ってきて、こっち、こっち。なんか鼻とかに入る。鼻に入りそう。入らないように気をつけて飲むと、しゃっくりがなんか、多分そっちに気を取られて、多分取れる。なくなるんだと思います。あ、そう。足の釣り方わかんない。直し方。でも釣りやすいってのはやっぱ塩分とか足りないと思うよ。ミネラルとか。水分とミネラル。ラーメンばっか食べてダメってことじゃない。でも塩分食べてたら塩分取る。塩分取りすぎだからか。取りすぎだ。え、あ、そうなの、取りすぎもダメなの、足するの。え、ポカリスエットになります、頑張って。あとバランス悪いのダメなの、やっぱ。と思います。バランス良い食生活を心がけましょう。はい。今年初の年は、これを引きたいと思います。引いちゃいます。お願いします。はいはい。今年一発目の服は、どなたに行くのかなと。じゃあやっぱり一番上から。ほら、行きました。じゃーん。ペンネーム。1、丸。
さん。ああ、さん読みます。ドットもう一人、ね。ありがとうございます。ありがとうございます。ドットの。おめでとうございます。ドットのさん。今日話題だったもんね。お名前とご住所、はい、こちらまで送ってください。はい。生ポラというものが当たりました。はい。はい。当たりました。はい、今年も早めの郵送で。そう、今年は。そう、でも年末最後の人まだ送ってないから、それからまずやる。そこからやっていきましょう。はい。それでは、お題以外の、はい、メール。はい。です。ペンネーム吉祥寺のるたさんからです。今月号のタワーレコードのフリーペーパーバウンスの特集で編集部が選ぶ50枚にアルバムバニラビーンズが47位に入選しました。ありがとうございます。他も、良い曲ばかりと大幅でした。ネットでも記事が読めるのでぜひ目を通してみてください。それだとじゃあやろうかこれはね、特務が送ってきて嬉しいですね、ありがとうございます。ここですね、ありがとうございます。あれじゃないですか、まだもらえるのかな、行ったらバウンスもらえるんですか。今あの吉祥寺のタワレコに置いてなかった。あ、もう置いてなかった、うん、そう昨日っていうか、この前ライブの時見たけど。あ、そう、うん、置いてないな。これ来年、今年はあの1位なんですか。そうそう、ここら辺に来るように頑張りましょう。だってこれ洋楽と邦楽合わせてたからね。すごいよ、うん、ブラックアイドピースも入ってる。そんなに方角入ってないからね。1位書いてちょっとここね、他のページなの、うん、はい、じゃあ次、はい、ペンネーム明けましておめでとうございます田中さんからです。はい、です。おめでとう。高円寺のライブ楽しかったです。見事な息切れ、年賀状届きましたよ。今年もよろしくお願いします。あ、かわいい年賀状で、この花瓶3000円だけど3万で売ってやろう。ケケケ。リサコ。花瓶だけどこれで水飲んだら幸せになるって宣伝したい。あの、レナさん。この顔ひどくないですか？いやいや。リサコの方はまだなんか。なんか足、アホみたいな。そういう風に見えてるんですね。かわいいじゃん。かわいい、かわいい。ありがとうございます。はい。では、はい。次、はい、ペンネーム、はいはい、デンマークもみじさんからです。はいはい、ありがとうございます。今更ながらですが、年末の代官山ユニットのライブを拝見し、大変楽しませていただきました。ありがとうございました。バニビライブ初参加でしたので、うん、お二人の歌う姿はもちろんのこと、沖手さん、椎葉さん、うん、お菓子巻きと目にするすべてが新鮮でした。私も老婆子にながら小さいとはいえ硬いお菓子を全力投球するのは危険ですよ、笑い。本当だよ。翌々日ふわふわした雰囲気のまま職場に戻り、いわゆるライブ後の多彩感のことを北欧帰りの時差ボケと表現したところ、同僚たちからドン引きの宣伝を受けてしまいました。それではいずれあるだろうボリューム2以降を首を長くしてお待ちいたしております。アデュ ー、ありがとうございます。ボリューム2ね、ありますよ、ありますよ、あるある、やるよやるよ。